上部女子部近藤彩香です。よろしくお願いします。陸上部女子部の小杉さやかです。よろしくお願いします。新喜劇の山小屋の話の最初に出てくる2人みたいな感じ。で新喜劇の山小屋の話の時の最初に出てくる2人。大きいバッグ持ってね。もう辻本ちゃん出るまでね、辻本ちゃん出るまで引っ張るわけ、そんな感じで、ね、でもまあ、あの偉いもんで女の子の女子部この4月創設したら、はい、もう今まで男ばっかりで15人ぐらい出てたあのメンバーで、うん、やっててんけど女子部創設した瞬間偉いもんで日刊スポーツさんがドーン来て大きのってね、はい、もうありがたい、びっくりしたよ、びっくりしました。いや僕見せていただきすごいですね、あれ大きいですね、あれね。ほんでまたこの前も第2回目でまっそうなんです、ボーコン出て、そのね、同じ日にあの甲子園球場で楽天対オリックスで田中マー君が熱投したんじゃん、はいはい、ね、その田中マー君よりこの3人の女の子の大きかった、へえ、みんなびっくりしたやん、あんなどうあんな、まだ芸能界入ってどれぐらいなの、あやかちゃんは。まで2年ちょっとで今年3年目に入りました。さやかちゃんが次4年目ですね。でそれであんな新聞大きいの、どう、あの お母さんとかお父さんどう思ってあります、親とおばあちゃんがもう喜んじゃって、うん、もうあんた見て勝ったでよみたいな、うん、メールも送ってきて、うん、もうめっちゃなんか親孝行がまずできたんで、そこはまず嬉しい。あんな鍋なんかもう20年芸人やってるけど、あっこまででかくなったんだよ。乗らないですよそんなもん、ほんまにあれ乗る、あっこまで芸人が大きいのろう思たら、はい、ほんま悪いことせなあかんな、それしかないですね、思いっきり悪いこと、思いっきり悪いことせなあかん、はい、せやないと、せやん、それね、まあ、大女優と結婚した言うても大女優は乗るけども、うん、あの細かい芸人は、まあ、そうそうそう、縁の中やな、説明が長いと思うよ、なんとかのなんとかのなんとかのなんとかみたいな、今の上条の説明みたいなね、バンド A さんのモノマネがしいのみたいな、さやかちゃんとこどうでした。もう新聞買い占めて、うん、今お手洗いと玄関とベッドの寝室と、うんうん、あとバイト先のロッカーにも張り出してます、もうそれ貼ったら教師入ってこないですか。そこまで貼って、ね、いやでもまあね、びっくりした、10キロのレースいきなり出て、うん、ね、1時間1分と、うん、彼女なんか53分で走る、はい、早いな、頑張ったんです。でもまあね、まあ、この前もね、はい、今で一緒に走ってくれて、うん、あの最初女の子ね、うん、20人ぐらいダーッおって、うん、な女の子、はい、でラジカンで、うん、今からイベントやろうって、女の子20人で、俺グッズをね、うん、T シャツとか、はい、俺グッズをこう用意して、うん、女の子で本気でやりたい子、うん、あの俺の楽屋ちょっと来てください、はい、20人おったから、はい、それまで伏線があって、はい、みんなでやろうぜって言ったら、うん、はいって、はい、頑張ろうぜ、はいとか言うんだよね、やってました、本気の子がだけ来いよ言うたら20のうち3人しか来ない、あとの17人はシャコタンが迎えに来てるんですよ。彼氏が後編だな、3人来ても3人これ服話題して、偉いな、じゃあ3人で頑張っていこう、4月の3日夜頑張らそう、みんなで頑張ろうねったら、一人飲んだの子が、どうしたん、私その日仕事言うから、ああほんまかいなとか思いながら、で結局、まあ、その子後編があったりして、はい、だけど彼女らは来てくれて、まあ、そこに藤井ひな子や、うん、松竹芸能のローナルシー、はい、あれ藤井ひな子がグーッ来て、はい、森脇さん、うん、何なのこれは、うん、何たることですか、何たることですか、何たるわ、豊島のシスターみたいな、38歳やもう今年で38歳独身や、彼氏いない歴もう8年かかった、はい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 、言わないでください、はいはい、で俺が彼女だと、はい、待ち合わせしてて、うん、みんなで行こうやっていう時にちょっと寒かったから、うん、あ、これな、モレイケンジ陸上部のアシックスのウィンドブレーカーあるから、うん、これあやかちゃん来て、さやかちゃんこれ来て、うん、みんな陸上部モレイケンジって書いてるね、うん、あ、これで行こうって言ったら、うん、また藤井なくか最低や最低、はあ、あ、帽子持ってる、はあ、いや持ってません、はあ、持って、はあ、これあげるわ、はあ、これ帽子寒いやろ、寒いやろ、寒いやろ、ひなこお前はない、はあ、最低です言うてやって、だってひなちゃん更年期やから体熱いじゃん。で新聞バーン
ー乗って、はい、でやったらこの前なひなちゃんがその新聞見ながら、うん、自分も乗ってんね、ひなちゃんも乗ってる、はい、乗ってる何年目あ何中みたいなもんです、何中みたいな何年目みたいなこと言ってねえあんまりひなちゃんね、あんまりひなちゃんね、もう、はい、あんまり馴染んでこないのよね、ここあるんですかね、なんかこのなんかみんなこの赤のね、この T シャツを渡して、はい、赤がまだ似合う、似合うやん色がね、うん、でひなちゃんは私もくださいけど、はい、いや新しい子入ってくるんだから、その子に言うにストックで置いとかなあかんねんと、うん、もうないねんと、うん、ストックそかなあかんねんと、お前前までのやついっぱいあるやないかい、はい、ひなちゃんなんて一番最初からおるからね、そうですよね、でその時に一番最初に渡したやつ、うん、人生トントンっていう T シャツ俺がね東京から帰ってきたての時に人生トントンで作った、はいはい、その次に限界突破で、はいはいはい、その次に売れかけてまた売れかけて本物にってやつ、はい、確かに綺麗ひなちゃんお前ひなちゃんそれあるやないかお前それ着とけ、はい、もうこれがいいですとか言ってこれ次はぎなんて人生限界になってたもんええとこつないでおねだ、まあひなちゃん、おねだひなちゃんがその売れかけて、はい、売れかけて、ね、売れかけて、また売れかけて本物にって言葉やろ、はい、でこれをひなちゃん前ゼッケンつけてな、ゼッケンつけてレース出てたんや、滋賀県のレース出てたら ひなちゃんアホやからゼッケンの付け方間違えたみたいで走ってたら売れかけて、また売れかけて本物にのところをずっと間違えて売れかけって言ってそこしか見えたあれひなちゃんが走ってるとこずっと背中見ながら売れかけオーラが出てるような出てないような売れかけおで次お前ひなこそれもあかん限界突破 T シャツ着ろ言うてあいつまた青やからゼッケの付け方間違えて次限界で背中限界でやたら頑張れって言われたら言ってましたね